どうもー、ロネンでーす。乗車しに来たでー、このイカれた列車によー、8番乗り場やっていきたいと思うでごわす。よろしくお願いしやす。どうもです、おいすです。はい、まあということで、まあ、これね、もう起動してすぐっす。これいつものおじさんおるな。ネクストレイゼン、これ実際にあるのかな。これレイゼン一ヶ崎二の塚、絶対にないことが分かったわ。0123456789で実在してたら土下座します。これなんで空気読みがあんの。空気読みと同じ会社が作ってんのこれ。これ神ゲーなんで、新人ライバーさんとかやるべき。本当に下積みやめて。うん、 VTuber さんがその空気読みプレイすること下積みっていうのやめて。すごい嫌だ。なんか空気読めてますか、あなた。あなた一番空気読めてますか。てか俺成長したくない。8番出口やった時の俺と比べてみ。一つ一つのこの看板に触れてくっていう時点ですでに俺成長やばい。8番出口はもう15分でクリアしちゃいました。俺正直看板もろくに見ずに適当にプレイしたら15分でクリアして、俺の配信積んだからね。もっとちゃんと看板見なよってコメントもありました。どうですか皆さん、泣いてますか。そのコメントした人今泣いてんじゃん。電光掲示板をご確認ください。だから次はレイゼンでしょ。 LO って何、 OL の逆女性社員の逆だから、おっさんニートじゃない。 LO はおっさんニートではないか。おっさん社会人かって石田純一スタイル。ほんでちょっと待って、これって異変探すの違うよな。まだ始まってないよ。だとしたらこれも違うけどね。税金の子相談、めっちゃ、待って、これ、どこ、電話番号書いてない。名古屋総合税理上司、ちょっと待って、やばい、マジで。ちょっと一回配信、ちょっとストップし。名古屋の、はごめんけど、今俺、モニターと顔の距離1ミリ。他に異変とかないか。異変って言ったらもう俺のこの歩き方ぐらいか。ないな。これ俺なんかもしかして、これってもうすでに異変始まってる。だとしたらなんだけど、サウナ行きまくってる俺からしたらこれ言っとくけど日常だから。誰かセルフローリューしたんですかってぐらいよ。すでに Wait, what? じゃあそろそろ外気浴行くか。あ、え、キサラギ駅、ちょっとあ、ククド、やばい、マジのキサラギ駅やん。ビビってねえし、別に。はマジふざけんなし。あ、全然怖くねえし。怖くねえし、怖くなくねえし。進めー、パカラパカラパカラ。今、キサラギ駅を降りて、雑木林を抜けたところです。周りは何もなくて、人もいません。おい、一、その後はどうなった。おい、一からのレスがなくなった。お前らどうなった。俺の情報網を使って木更木駅について調べてるが、そんな駅は出てこないぞ。は？釣りじゃね？釣り四つ、釣り宣言はよ。釣りではありません。本当に木更木駅という駅があったんです。なんでこんなに霧が強いんだろう。釣りなら早く言えばいいのに。創作を通、小説でも書いてるよ。でもこれもしかしたら本当なんじゃね。なにこれ。お、新たな駅に着きました。イッチ大丈夫か。帰った方がいいんじゃないか。おかしいです。さっきの木更木駅を降りてずっとまっすぐ進んでたのに、また木更木駅に着いてしまいました。え、それ無限回廊じゃね。ちょっとやばい、普通に、なんかオタクしかいないの。実績って解除されてます。見てみよう。あ、帰れないのククドっていう実績解除してるわ。じゃあもうこれエンドしてんだ。クリアおめ。え、これクリアだと思ってんだったら多分ゲーム見たことない人やね。大丈夫よ。あーだよー。ちょちょちょ、なんでこんなことした俺。真面目な話、脅迫観念に駆られる時めっちゃあるんだよね。車に乗ってて、車のロックがさ、解除されてる状態の時めっちゃ開けたくなるんだよね。わかる人いるこれ。昔めっちゃ悩みだったこれ。まあやったことはないんだけど、あとそのこれマジでドン引きするかもしんないけど、自分の目ん玉を爪でひっかきたくなる、そういうのめっちゃあるんだよねこれ。今のそれっす。ゲームだからできた。
え、これガチだよ。まずい、普通に。やばい、また。またやばい、来る。あー、はい、大丈夫。キャスト側じゃないってことだよね。脅かす側、俺。電光掲示板をしっかり見ようじゃん。あ、一ヶ崎だ。これで降りればいいのか。お、異変があったら進むとか進まないとかそっち系じゃないやな。だってルールとか書いてないやもんな。アホやめて。アホやめて。 NG にしてねって別にアホコメ。とりあえず永遠進んでみるか。お前らを連れてってやるよ俺が。みんなで行こうぜ。8番。あ、二の塚だ。見ても見なくても変わんなくね。結果だって進んでんだったらね。二の塚だ、まだ。え、そんなんでビビると思ったら大間違いすぎて食うさ。見て俺の顔。左折。三坂。もっとやっぱ配信者出そう俺。普通出ちゃった。ゆっくり行こう。今サンザでしょ。まだサンザってかっこよくねえな、お前。サンザ結構マジかっこいいな。目を離すな。了解。これからってこと。あ、こういうことね。こいつから目を離さないように進むってことね。やべえ、また俺やっぱ配信者忘れてる。やばい。目離さないと後ろのドア開けれないんだけど。おっ、意外と遅い。よし、リアクションしっかりとって。シウズマキ川ね。別に特に異変はないよ。え、これ簡単じゃない。普通にイージーなのでは。特に何もない。うわっ、人めっちゃいる。やばい、当たったらやばいとかじゃないこれ。当たったらやばいとかじゃない。くっそ、ちゃんと進んでいこう。いけるこれ。来た、いつばらだ。待って、もう終わっちゃうかもしれない、もしかしたら俺。そんなことある。いつずはら、さっきと一緒だ。俺の配信やばい、また終わっちゃうかも。みんな、あ、やばい、マジごめん。明るい動いちゃダメ。あ、明るい時に動いちゃダメなのね。はい、ギリギリ攻める。ダンルマシャンが転んだ。ダルマさんがほっ、だるだるだる。だるだるだる。はい、イージー。あ、もういいの？もういいのね。なんだ？あ、目離して、待って。こういうことでしょ、こういうことでしょ、こういうことでしょ。はい、イージー。進めー。いいよ、俺適応力神なんじゃないこれ。え、適応力えぐい俺。え、これ?8 番だけど次、普通にいいのこれ。開けるな。え？え？開けてください。え？すみません、なんかいない？誰かいませんか？え？おい、助けてください。え、ごめん、でも開けるなって言われてるよ。開けるなって言われてるもん。誰かいませんか？そんな言うなら。あ、聞いたことある声ではあったけど。え、聞いたことある声ではあったよ。ぶっちゃけずっとラーメンを作るのが夢だった。いつも元気をくれたのはラーメンだった。
だよね、絶対そうだよね。待ってやばい、やったか、待ってやばい、マジでやった、マジでまたやった、マジでまたやっちゃった。じゃあ回収しようぜ、みんなで。見たことないやろ、こっからが楽しみじゃない。なんならこサヨナが終わったみたいなもんだから、これこっから外気よ。